大阪から来ました日本ポリグの小田ですあの私は、うん、同じ関西として金剛組さん、えー、近いうちにお尋ねしたいと思っておりましたあそういうことで非常に、えー、あの金剛組さんのことをご存知でしょうけども、うん、私たちが尊敬する伝統のある金剛組さんのあとに登壇させていただいて。 まあ緊張してるところですで、初めにですね、私が今どういうことをやっているかというのを実際汚い水を、うん、きれいにしてご覧に入れます私の技術は簡単に汚い水から飲み水を作るということではね、間違いなく世界一だと思いますそのことをご覧になっていただきたいと思います始めます これはこのきれいにする、うん、凝集剤といいますけどもん納豆のネバネバ成分から作り出しているものです少し前の方に置きますで飲み水に使いますからまず安全でないといけないというのが最も大事ですよねそれと次にも文字も読めない人たちに使ってもらうためには 少々量を間違えてもね効果があるようにしなきゃいけないそれとまあ電気もない大した道具もないそういうところで使わすためには簡単なものでないというかどこででも浄化できるようなものでないというかでまず少量入れてみます大体いい1トンの水をきれいにするのに 1 0 0ムほど使います。でも最近現地では節約、上手になりまして非常に節約して1トンで5 0ムしか、程度しか使わなくて上手に水をきれいにしてるんですよね。で、こういうふうに混ぜますと、水の汚れを顕微鏡で見ますとですね、あの、汚れの粒子が浮遊しているわけです。で、その汚れの粒子の周囲には、 マイナスの電荷がかかってますでマイナスマイナスで反発し合って汚れてると汚れた水になってるってわけです私のこの薬剤はそのマイナスを中和させて逆に引き付け合わせて,てるとこういう働きをしているわけです前の方ごあのもう見えると思いますが次第に汚れが集まってまいりますこういうふうに集まってきます で汚れの粒子が集まってきて雪だるまみたいに大きくなって、えー、比重が大きくなりますと沈んでいきますじゃこれはこのまましておきましてこれはシンプルな技術ってわけですそれからですね今度は私が先進国で儲けたいと思いまして <laughs> 途上国ではなかなか儲からんので先進国でも儲けたいと思いまして最近作り出したうん薬剤が面白いんです非常に面白いんですあの水をねきれいにする浄水場とかそういうところはあの広い貯水池あるじゃないですか処理場が私はねそれなくして建物の中で大量の水を 処理できる。薬剤は作れないかと思って。作り出したのがこういうものです。こういうふうに、これはですね、ポリグルタミン酸という納豆のネバネバ成分。と。あの鉄粉をね。化学結合させてます。そうすると、同じように、やはりこういう凝集が始まります。 これですね。始まりまりういうふうに始まりますね。でこの凝集したところで磁石を入れます。まあ理科の実験みたいなものですがこうしますと完全にこの磁石にねくっつくわけです。ですからこれは理科の実験みたいで小さいけれどもこういう大きいその磁石を作って。 5メートルなら5メートルのローラを作ってそ,の、えー、それをエンドレスのシートを回してそこに水が流れてくるようにすればあの汚れ分だけ水上に取り出せるともっともその場所も少なくて例えば建物の中でね何百トンもの水を処理できるんじゃないかと言って思って作り出したものです。結構今あの ベオリアとか、スエズ社などが関心持ってる技術です。いずれ、これが本流になるんじゃないかと思います。そこでね、さっきのですが、こういうふうになりましたよね。で、これをフロックと言いますが、こう,こういうふうに浮遊しているのもあります。そこで現地では簡単にですね、砂とかタオルとかで、 こういうふうに汚れが大きくなってるから簡単にろ過ができますで私はそれを現地で飲んでみせるわけですこれこういうふうになりますからね飲めるんですこういうふうに飲んでみせます出ないとね東南アジアでもそれからラテンアメリカでも、えー、アフリカでも こういう水を日常的に飲んでますとねなんでそのきれいにしてお金まで出してきれいにしないといかんのだとこういうふうな考えされるんですよ最初はねきれいな水飲ま,ますとね味がないなんて言いますいや本当なんです味がないで,でもね子供たちが一旦これを飲んでた子供たちは、これを見たらね身震いしますああこんな汚いに飲んでたんだって でそれで今私は風天の寅さんと同じようにこの3点セット持ってこれね飛行機に積みやすいようにこう入るようになってるんですよそれ持って約そうですねあの年間30くらいの国に行ってますであさってからはまたバングラデシュ行きますこれはあの私の活動を NHK 関心持って 『クローズアップ現代』のスタッフが一緒についてって、えー、年末頃放送されるそうですあのさっき、あのー、外人の方が、うん、いい話されてましたよね私もね <laughs> あれでねあれパーマンさんですパーマンさんねあれでね私はバナナというの出ましたよねあの 逆さまに向くというのはあれ当然だろうけどもバングラデシュでねイエスはねこうなんですよベンガル湾周辺はねそれでノーがこうなんですよねだからお前まだわからんのかって最初腹立つわけですでも本当にそうでそれと今のバナナですがついこの間失敗したのがあの子供たちにコーラとビスケット買ってきてくれって金渡したんですよ。 そうしたビスケットほんの小さいの買ってきて全部バナナたくさん持ってくるんですよ。俺はコーラと言ったのにと思ったらね今度はある経済産業省の方もあのバナナ買ってきてくれて頼んで金渡ったそうです。そしたふ2持ってきたとこんなでこれくらいありますよねあれ現地はね持ってきたって後で分かったんですよバングラデシュではバナナをねコーラと言うんですよ。 <laughs> もうそのね常に、あのー、面白いことがありますで私は最初これを発明した時「これは俺は大金持ちになれるぞ」と思いました大体ね大阪の道頓堀なんか今でも汚いでしょうあれをやらしてもらったらね私は3日間で透明にできるんですよ 本当に3日間ででできるんですよこのように私はタイガースの講演会ですからあの飛び込む前にねやらしてもらおうと申し入れしたんですよ。それであの 3.5km のいや 1.5km の道頓堀幅が2 5ル深さが平均3 5メートルあれだけの水量ね3日間で私は透明にできるんです。今でもできるんです。ところがね あの日本の行政というのはね新しい技術を逆に怖がるんですよなかなか指してくれないで道頓堀なんかそうですね5年か先まで順番決まってるんじゃないんですかいろいろやるのが業者のねそういう事情もあるらしくてなかなか私を使ってくれないで大儲けするつもりが全然ダメで腐ってる時あのタイの津波災害がありましたであそこ 救援依頼があって行きました学,学生も連れてね私は、えー、国際学生ボランティア協会の顧問してるもんですから学生と一緒に行きましたそこには行ったらですね数千万もする装置がフランス製の装置が救援で据え付けてありましたでもほこりかぶってるんですただ据え付けていったそういう装置というのはね知識がないと使えないし 電気が停電したり来たりするような状態じゃ使えないんですよね。そういう中でね私のとこついてこの調子ですからその場でもみんな集まってきて実際使えるんですよ。それでね住民たちも喜んだで帰ってきて1週間もしないうちにねもう一度その救援来てくれと申し入れがあったからもちろん行きました。そうしたらね 現地に日の丸とタイの国旗を掲げてなんとポリグルハウスという小屋を作ってくれてるんですよ。それから私のところスタッフがね辛いものが苦手なスタッフがいたらねそれも覚えててくれてその香辛料入れない食事作ってくれてそれでもういわばポリグル村みたいになって周囲からも集まってきましてね和気あいあいとみんなでやった。そういうい中で まあ、その絵も出してみましょうかお願いしますあのそういう中でねあの私たちは本当は私たちが進む道はあのこういうところにあるんじゃないかという思いがしだしたと国内で売れなくて海外で大事にされるそういう中で今度次にメキシコも行きました 今のがこうですね、後先になりますけれどもこういうふうにくっつくわけですねこれは安全性とかそういうことをしていますこれはヒ素も取れるという,ということですねそういう中であこれがタイです一番下のがね両方津波の後なんであの金かけたくないから 転がってるタンク使って浄水装置作ったってわけです。あの一番右端がインドネシアです。それから左がメキシコの原住民での浄水装置です。その下がカメルーン、インドですね。これが今私が行ってるバングラディッシュでの。 水処理簡単な水処理装置ですで次にメキシコでもやりましたで決定的に私は私の技術というのは途上国でこそ生かされるというふうに、えー、のー分かったのはバングラディッシュで、えー、大きいサイクロン被害がありましたその時ですねダッカの国際ライオンズクライブから援助 100キロ円あの無料で欲しいと言ってきたんで100キロでせいぜい3万円くらいですから、えー、送りましたそしたら10日くらいで今度は優勝で買うから300キロ送ってくれと言ってきたんですよで私は心配になりましたというのはねこういうふうにきれいになりますと使う人にとってはね魔法の粉くらい思うわけですでも処理できないのもあります 例えば農薬が入ってたりこういうの非常に危険なんですねだから、あのー、私が現地に行った落下からですね一昼夜かかるベンガル湾の周辺のポリカル村ってところに行きましたそしたまるで神様扱いされてでこういう訴えがありましたこれ災害でねこんないつも汚いんじゃないと私たちはいつも汚い水を使ってるんだと。 これを無料でずっと提供してくれと言われたんですよ。でも私は大阪の中小企業です。それは100人分とかそんなんだったら無料でもいいけども何万人、何十万人というのはそういうわけいかんので、これくらいの値段だったらあなた方買えるんじゃないかと。尊重が盛んにしつこく無料無料と言うんで、あなたはね、携帯さえ持ってるじゃないかと言ってね。で、結局今、あの、現地で、 1>, そうですね、1トンの水処理するのに、えー、US ドルで2ドルくらい1,000リットルを2ドルくらいで、えー、今普及させていますそこでこういうふうにセミナーやりながら普及させているわけですでそこであの皆さんね喜んで使ってくれてるんですが 今その対面販売しないと危険だと言いましたよねもし毒でも入ってるのを使われたら大変だからそこで行き着いた先がポリグルレディという組織を作ったんです <laughs> 名前もいいんですポリグルレディこれ,これがそのポリグルレディの取材に NHK 行きますのでねあの日本と違って現地の女性たちね手なげなんですよまずね 面接しままますす。す。と、と夫のたために言言いいい働きたいって全部言います日本だったら自分の使える金が欲しいとか <laughs> 出るんですがそういうふうになります。でこういうことをやりましてあの今急激に売り上げ増えてましてね現地 提携、えー、会社まで含めると9年先には80億くらいの売上げになるんじゃないかと期待してるんですけれども虎の狸のなんとかになるかも分からんけども <laughs> あのそういうで今回ただそういう弾みがついたのは経済産業省が BOP ビジネスの,あのモデル事業として私のところを選んでこういうふうにスポンサー経済産業省であの装置作りました。この装置はね 日本でペットボトル水質基準まで滅菌もするんですよそれでいくらでできたと思います現地に作らせたらなんと70万円日本でこれ,これを作って売ると2 3 0 0万円ですそこで最後に私はあのぜひ聞いていただきたいのがね BOP ビジネスこそがねあの底辺の人たちこそがね 我がが国のの経済の活性化につながると思うんですよ日本人が一番それに向いていると思うんですだからあの今日集まった方々もぜひ海外に目を向けていただきたいとで中小企業がね最もそれに適していると金剛組さんもそうですが大阪の中小企業の集まりはねなんと人工衛星飛ばしたの知ってます毎度一号あれ毎度毎度と言いながら地球を回ったわけど世界で 世界で8つの国しかそれをやってませんい私の時間来ましたのでこれで終わらせていただきますと、どうもありがとうございましたありがとうございました小田さんどうもありがとうございました